はい、どうもメメントです。いやどうですか皆さん、2023年もレコードガンガン買ってますか？いや最近ね、日本全国いろんなところでね、レコード市みたいなのが開催されたりしてますけども、僕もね、去年ぐらいから、大阪でいろんな場所でレコード市をね、企画したりして、やり始めたりしてるんですけども、このね、大阪にある心斎橋パルコのね、地下2階にネオン食堂街っていうのがあって、そのど真ん中にね、タンク酒場っていうね、DJ もできる、飲みどころみたいなのがあるんですけども、そこでね、今年入って1月9日から15日ぐらいまで、ちょうどエベスさんがある時期にね、ミルクレコードと協力してレコード市を開催してたんですよ。その模様をちょっと今回お送りしたいと思います。今回のレコ市に参加しているのは全員レコヤカ DJ をやってて、その筋ではもう間違いないっていうメンツが集まってるんですけど、レコーダーだけじゃなくてね、プラスアルファのカルチャーを織り交ぜようぜっていうことで、大阪ミナミで店舗を構えるメトロストアっていうね、ニューヨークの地下鉄をテーマにしたストリートショップも参加してくれてます。そのメトロストアの店主自らその場で好きなものをプリントしてくれるっていうね、シルクスクリーンの実演販売というのも行われました。そしてさらにグッドニュースクラブっていう大阪のストリートアート集団がね、参加してくれまして、彼らのアート原画とか、アートグッズ、そしてスケボーのグッズとかね、いろんな物販とかもやっていただいて、めちゃめちゃいい感じでしたね。大スクリーンもあってね、たまたまコタオちゃんが映ってましたけど。さあではレコードを紹介していきましょうか。今回ねちょっと私メメントが主催しているブルージョンレコードのレコードを、パラパラと見ていきましょうかね。なんか最近僕ね、7インチが結構好きで、今回もね、結構いっぱい持ってきたつもりだったんですけども、パルコっていうことで、分かりやすい部分というか、有名どころとかもちゃんと押さえつつ、いろいろね、いろんな人が楽しめるようなラインナップでオールジャンル集めて、そんな感じで販売させてもらったんですけども、いやあれですね、今回僕ね結構現場にいたんですけども、でそれで様子見てたらね、もう若い子からもうね、結構年配の方までね、幅広くいろんな方がね、熱心にレコードをこうディグっていただいてね、いやいい光景でしたね。てかこのタンク酒場楽しすぎるでしょ。レコードディグってお酒飲んでおしゃべりして DJ 聞いて踊り狂って、もうね最高ですよ。とにかくパーティー続けましょう。さあ初日も終わって好調な滑り出し、毎日いろんな DJ にスピンしていただいて、いよいよ7日目最後のファイナルパーティー。さあこの最終日にはレコイチの隣のブースでスパイスカレーの出店もありました。私大好きなスパイスカレーも最高です。曲がりでまさらさんありがとうございます。さあ最終日はね、レコイチチームもほぼ全員 DJ するということで、いろんな人が来てくれてね、だいぶ盛り上がりました。楽しかったですね。もう最高です。やっぱ音楽は素晴らしい、そしてレコードは本当に素晴らしい。いやもう一生ついていきます。はい、そんな感じで盛り上がっていってるんですけども、初日にねゲストライブしてくれたミスターオフィス&モンチ、最終日もゲストを呼んでます。LLKP からニューアルバムをリリースしたばかりの SHBeats、彼のビートライブはもういつでも最高です。渋い、もうとにかく渋い、間違いない。そしてレコイチチームの DJ たちがね場をつないで、そしてスペシャルゲストディグダグ、ヒップホップバンドディグダグのギタリストシゲさんがソロライブということで、ギター一本でねもう本当にすごいライブしてくれたんですよ。いや本当にね天才的な渋いライブで、でディグダグのラッパーオキラップ君も参加してくれてね、もう完全にねもうフィナーレというか最後の優秀の美を飾っていただきました。ありがとうございました。もう本当に最高の1週間でした。さあこの勢いで23年夏も開催予定でございます。皆さんディグリに来てください。ではまた。